エプソン RD1 エプソン RD1SRD1 は2004年に成功エプソンから発売された世界初のレンジファインダー式デジタルカメラの名称である。R はレンジファインダー、D はデジタルカメラの頭文字を表し最初のレンジファインダー、デジタルカメラであることを意味している。二千六年には RD1 の改良機 RD1S が 2007年にはレンズセットモデル RD1SL が2009年には後継機 RD1XG が発売された。RD1 はコシナが北トレンダーブランドで発売しているベッサールシリーズを基礎として作られており外観がこれに似る。レンズ交換式デジタルカメラであるにもかかわらず巻き上げレバーや巻き戻しクランクを模した操作系を排して オートフォーカスは搭載しないなど、最新技術を投入した各社のデジタル一眼レフとは一線を隠す、趣味性の高いカメラとなっていることが特徴である。画像処理も、成功エプソンのプリンタ技術がフィードバックされたかなり、独特なもので、いわゆる低ノイズを画質の売りとする一般的な感覚とは逆に、ピクセル等倍干渉では明らかに、ノイズの乗った表現を行う。 このノイズは微粒子フィルムの粒状に近く、全体では高い快調感を持った質感のある描写となる。成功エプソンはレンズマウントについて公式には EM マウントと称しているが、これは実質的にライカ M マウントとほぼ完全な互換性があり、多くのライカレンズを使用することができる。ただし、撮像素子に APS-C サイズの CCD を用いているため、 ライカ M マウント互換のレンズを RD1 に装着した場合、レンズの画角は焦点距離換算でオリジナルの約1.5倍相当となる。このため、元来、レンジファインダーカメラが得意とする広角側の焦点距離に RD1 では対応しにくいという矛盾も抱えている。ちなみに、成功エプソンからは EM マウントのレンズは発売されておらず、 コシナフォクトレンダーの L マウント VM、マウントレンズ群を使用することが推奨されている。これは、単純にクラシックな操作感を模しているのみならず、シャッターチャージを手動で行うことによって、省電力化に寄与している。なお、RAW 形式で記録した画像を、他社製の現像ソフトで処理した場合、他のデジタルカメラとそれほど違いは出なくなる。ありがとうございます。